これまで細田議長は文書で関連団体の会合に複数回出席したことを認め、今後は関係を持たないよう適切に対応すると回答していますが、野党側は不十分だとして公開の場での説明を求めていました。細田議長は午後懇談形式で説明しますが、冒頭部分のみ公開され、質疑は非公開です。細田議長が説明しない限り、この旧統一教会と自民党の関係は明らかにならないということは、この話は終わらないということなんです。野党側は回答次第では記者会見などさらに説明を求めていく考えです。